CH 活性化は、講義には、炭素水素結合の解列を伴う化学反応のことである。競技には、反応中間体、または、生意状態が、有機金属化合物である反応を指す。つまり、反応が、中心金属の影響下にあって、CH 結合の解列の際に、アルキル元が金属と内検索体を形成することを前提にしている。 理論科学及び実験により一般に不活性であると思われてきた炭素水素結合が金属の範囲によって解列し得ることが分かってきている。これを応用すると安価な飽和炭化水素を高価な有機化合物へ変換できるかもしれない。近年では CH 結合を活性化させる反応試薬や触媒の設計及び有機合成に関する研究が 盛んに行われている。1902年、オットージムロートがベンゼンと、酢酸水銀との反応を報告した。これが、最初の CH 活性化であると言われることがあるが、そうでないと主張する人もいる。CH 活性化は、水素分子の活性化と似ており、どちらも、旧電子置換反応もしくは酸化的負荷によるもので、ある。1965年、ヨゼフチャットが、 ナフタレンの CH 結合への位置にエタンマイナスルテニウム削体の挿入反応を報告した。1966年にはアレクサンドル・イー・シラフがヘキサクロリド発金酸カリウムによってメタンと重水との間で水素同一体の交換反応が起こることを報告した。これはメタンの PT への結合生成を経由した反応であると考えられている。 1972年、AE シラフは、同様の反応によって、メタン、水、糖量のテトラクロリド発菌酸カリウムと、ヘキサクロリド発菌酸カリウムから、メタノール及び塩化メチルが合成できることを見出した。AE シラフの研究は、冷戦中のソビエト連邦で行われており、欧米の研究者から注目されることはなかった。この、いわゆるシラフシステムは、 触媒的かつ温和であり、本当の意味での数少ないアルカンの肝能気化反応である。酸化的負荷では、1970年、マルコム・グリーンが光反応によって、ベンゼン CH 結合へのタングステン錯体の挿入反応を報告した。1979年、ジョージ・ホワイト・サイズは、初の死亡族 CH 結合の活性化を行った。 1982年、二つのグループによって、独立に発表された報告により、大きく前進した。ロバート・バーグマンは、シクロヘキサンや、ネオペンタンのような飽和炭化水素と、CP との光反応によって、ヒドリドアルキル金属作体が生成することを、報告した。W.A.G. グラハムは、同様の炭化水素との反応を、CPIR2 を用いて行い、 イリジウムヒドリド作体が生成することを見出した。タングステン作体を用いて、ペンタンを、ハロゲン化アルキルである1、ヨードペンタンへ、選択的に変換した、という研究が報告されている。タングステン作体では、ペンタメチルシクロペンタジエニル元、ニトロシル、サンイータマイナス1、ブテン、ネオペンチル元が配位している。この化合物は、熱力学的に、 不安定であり、ペンタンに溶解すると、室温でもネオペンタンが有利する。ここに、ペンタンが、酸化的負加することで、ペンチル錯体を形成する。この反応の中間体は、3イータマイナス1部点の β 水素脱離と、アルカンの脱離によって生成する16電子の範囲、不法は主である。ここに引く、摂氏60度で要素を加えると1、溶度ペンタンが生成する。 方向属の CH 結合は反応性がより低いが、金属錯体を用いることで同様に行える。その一つとして、ムライオレフィンカップリングが挙げられる。これは、ルテニウム錯体を N、N、ジメチルベンジルアミンと反応させ、CH 結合を切断することでメタラサイクルを形成し、さらに、アルキンと反応させる、というものである。 アルケンの CH 結合の活性化では、ロジウム触媒を用いた、二貫性のエナミンの合成反応の例が、報告されている。炭化水素が、金属に配位したアルカン作体やアレーン作体などが、有機金属化合物の例である。内腱作体とは、金属4あるいは、金属作体と配位子が、溶媒分子などを介さないで、直接結合して生成する作体のことである。 ありがとうございます。